三合軍からふと三合軍の一三合軍は日本の領有下においてカラフトに存在した軍。近世以前は大部分が肉分野を6個の居住地であった。1915年に行政区画として発足した当時の軍域は三合村一村の区域に相当する。古代古墳時代の4世紀頃には鈴屋文化が5世紀頃から鎌倉時代後半頃まで オホーツク文化が栄えた。オホーツク文化は、日本書紀や、俗日本紀に記述が見られる粛身に否定され、彼らは、アスカ時代に、阿部平ラと交戦したと見られている。また、当時等に、交易のため使いを出したある帰国もまた、現在オホーツク文化であったとされている。8世紀頃からは、東った来華式土器が用いられた。また、オホーツク文化人は中世以降も、 三合軍域に居住する二部府の祖先とされる。中世それまで土器を用いたお宝ーツ文化から、鉄製品を使用する二部府へ移行したとみられる。また、ホロ内玄野や、タライカ湖周辺のオロッコは、民トの長江交易のため、外満州の八字一地に赴いており、名目的な役職として、涙が守る指揮官の称号を付与されていた。一方、鎌倉時代以降には、 エゾ管で安藤氏がカラコと呼ばれるエゾを統括し、退治する吉里名とは、緊張状態にあった。室町時代には、カラコが安藤氏の代官、武田信武に献上品を送りその配下になったという。カラコは、後の西エゾ地、北海道日本海側や北海岸及びカラフト南部に居住し、私等の領域までおもむき生活必需品を入手していた。 近世江戸時代になると、三郷軍域は西江戸地に属し、慶長八年宗谷に置かれた役宅の管轄を経て、上京二年宗谷場所に含まれた。元禄十三年、正木藩から幕府に提出された正木東合町に、折れ方、肉分の記述が見られる。彼らは、主に、栄浜軍域の呂ーや内淵で交易し、三端で仕入れた品と引き換えに、 和産物を入手していた。宝暦2年頃白野市にて交易が始まり、完成2年カラフト南端の城主に、正木藩がカラフト商い場を設置、幕府は金盤所を置く。以降、オロッコ交易の交易地が変更となり、住民は藩の出先機関の機能を兼ねる運上屋の置かれた苦春古藩で生活必需品の入手が可能となった。ここで愚っ子や肉分たちは、 満州に対する朝貢に近い交易を行っていた。当時の場所請け置い人は安倍や村山家。完成12年まさカ藩、カラフトを直営とす。第一次幕僚期文化4年の文化路あだを受け、三郷軍域を含む西江ぞ地が松前武行の管轄する抗議御領となった。以降、住民たちはカラフト南端の白州の三大交易次主会所のみで、 お武者や交易を行うこととなった。文化6年6月、カラフトは西江戸地から分立式対江戸地となる。北方情勢が安定した文政4年、三郷軍域は正木藩領に服した。正木藩や江戸幕府による北江戸地県文文化5年、マミ林蔵が倒さ、東岸は三郷軍域の尺古丹、北知床半島の三郷村、北船越辺りまで達した。 岐路は、東岸に立ち寄った。慶応元年カラフト詰めの函館奉行支配在住、岡本勘助は足軽、西村伝九郎と共に、北知床岬を回りカラフト部を巡検。カラフト北端のが青戸岬に達し、大日本領と記した標柱を立て、間宮海峡沿いで西岸の区春内に帰着。幕末のカラフト警護安政二年日露は新条約で、 カラフトにおける国境が未確定のまま棚上げ先送りされ、カラフトを含むエゾ地が再び抗議御領となった。三号軍域では、タライカ人が居住する西部のタライカ湖周辺まで、幕府による警護や行政が及んだ。松浦武四郎の著書、北、エゾあまり氏には、タライカ人の習俗は、少し風俗が違う。着ているものも三端の古着、とどの川で吹いた屋根と、 他のカラフトアイヌと異なることが記されている。当時の地方行政については、場所を経勢成立後の行政及び、江戸時代の日本の人口統計を参照されたい。慶応3年カラフト雑居条約で、カラフト全島が日露雑居地とされた。大政奉還後大政奉還後の慶応4年4月12日、函館裁判所の管轄となり、 明治2年開拓使直轄領となり、同年、北江戸地をカラフト州と改称。明治3年カラフト開拓史領を経て、明治4年開拓使直轄領に復し8月29日、廃藩地権となる。この頃行われた文明開化期の事象としては、神仏分離令、人身戸籍編成、三発脱刀令、平民名字必ず将義無礼交付などが挙げられる。 アイヌは、百姓身分だったため、平民となった。明治8年、カラフト千島交換条約によりロシア領とされた。ただし、同条約第六巻において、日本人の漁業権が認められ、露領時代の三号軍域沿岸は、タライカ湾岸が東海岸玉、オホーツク海側が北東海岸玉の範囲に含まれた。日本領に復帰。ありがとうございます。